拾ってください。何ですか急に。私を拾ってください。これ一体どういう状況ですか。私捨てられたんです。ちょっとよくわからないです。私捨てられたんで誰かに拾ってもらわないとダメなんです。マルコって名前ですか。はい、丸山京子と言います。めっちゃ人じゃん。ペットの名前かと思ったらめっちゃ人の名前だな。前の飼い主様は丸山京子を略してマルコって呼んでましたので。全然理解できないです。私のこと飼ってください。そんな犬みたいに言われても。ワン、え、ワン、いや可愛いな。にゃん、猫になった。いや、猫だから飼うとかないですよ。にゃーん、くそ可愛いな。にゃんにゃん、つまりあなたは捨てられたから新しい飼い主が欲しいということですか。そうです。にゃん、拾ってください。どうしたらいいんだろう。お願いします。このままだと私ここで野垂れ死んじゃいます。困ったな。前の飼い主様が大事にしてたフィギュアで遊んでいたら壊してしまいまして。いや、ペットじゃん。犬とか猫とかがやらかす時のやつじゃん。だから私は捨てられたんです。だから捨てるってなんだよ。元の飼い主どんなやつだよ。前の飼い主様は悪く言わないでください。中堅かよ。お願いします。私はあなたのお家で飼ってください。いや、困りますよ。犬も飼ったことない僕が いきなりこんな美女を飼うなんてハードル高すぎるでしょう。お願いします。今年で28歳ですけどよろしくお願いします。年上だった。6歳も上だった。飼ってください。ダメです。飼えるわけないじゃないですか。お願いします。ある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 あ。冷静になれ俺。こんな絶世の美女を俺が飼うってことは俺が何でも好きにしていいってことだぞ。となるとくちょっと何かエッチなこと考えてたでしょ。え、いや全然。本当ですか。ぜひ僕にあなたを買わせてください。本当ですか。やったありがとうございます飼い主様。いや、こちらこそ飼い主様のペットになれて嬉しいです。ペットこんな美女が俺のペット。これは最高の日々が始まりそうだというわけで週に1回は回らないお寿司が食べたいのと服は全部ルイ・ヴィトンが着たいし車はポルシェを用意してくださいね飼い主様。いや、ペット飼うの金かかるな。